ちらフリーですね、うん、昨日娘から衝撃の告白というのは、ラジオネームない方ですね、はい、私にお母さん、お母さん、いつもポンジリポンジリって言ってるけど本当はボンジリだからね。私はショックを受けました。ああ焼き鳥の中で一番大好きなのはボンジリだからです。私が神経もこの娘の衝撃の告白にショック受けてるから。私がポンジリを好きになって早2、3年、誰も言い間違いを訂正してくれませんでした。なんで前に言わなかったかって娘に問いただしました。したらお母さん滑舌悪いからポンジリに聞こえる時があるから言ってたからって。私はちょっとムカついて、じゃあ言うけど、うん、お前がカリフォルニアフラワー、カリフォルニアフラワーって言ってるの本当はカリフラワーだと言ってやりました。あ、もう間違いない親子だこれ。言い間違い誰にでもありますよね。マリさんもよくありますよね。え、マリないです、今思いつかない。セントポチやあと、なんだっけ、他にもあるよ、えん、えんや。あれはイントネーションでしょ。あとは、あ、そっか、セントポチやね。うん、いっぱいあるよ。あ、そっか、あ、うん、あるあるある、あるある、本当だ、あるね。でもカリフォルニアフラワーってすごいね。一瞬思っちゃったもんね、もしかしてカリフラワーはカリフォルニアフラワーの略なのかなって思っちゃったけど。てか、お母さんも言うの遅すぎでしょ。お母さんは愛情で黙ってたのかもね。可愛いからね、うん、いいね、ポンジリ。娘さんも心を鬼にしていましたね。はい、これでまた新しい日が始まります。おめでとうございます。